ごめんなさい。初っ端から、初っ端から突っ込むようで申し訳ないけど、まずスタートしか書かれてない時点でもう怖すぎる。はい、というわけで、形成です。ブラックローズというゲームやっていきたいと思います。ちょっとこっちにどうしようか。というわけで、早速スタートっていうね。アテンション。フラッシュライトと、クイックタイムイベント、ジャンピングなんちゃら、え、待って、最後まで読ませてやる。あ、そういうこと？はい、ブラックローズやっていきたいと思います。セッティングを忘れてました、すいません。どれやればええ？あ、タイムモードかな？ストーリーモードか。まずストーリーモードでいいかな？ストーリーモード結構長い気がする。はい、やってきました。いきなり暗いところに飛ばせ。待って、音下げちゃダメだ。音は下げちゃダメだな。それじゃ意味がない。はい、いきなり暗いところにやってきました。形成二郎です。違います。形成でした。はい。何言ってるか分かりません、自分でも。さあ、いきなりね。いきなり立ち入り禁止って書かれるよ。ちょ、なんだ。ベース&サフィック。なんて？ ああ、ちくしょう。英語を学べばよかった。高校時代に英語を学べばよかったって今思ってる。おお、びっくりした。 あ、マウスか。マウスで開けるのね。L4D2 とか 7Days to Die 今まで誰かにやってきて、鍵開かないんかい。今までやってきて、未だにちょっと操作が、E の方になれちゃうってね。E の方に慣れちゃうんで、イベント日についてがですね、はい。頼む、開けてくれ、開かないんかい。 しょっぱなからすぐ逃げようとするね。なんとも愚かな人間よ。まあ、俺のことですけど。お邪魔しまーす。はい、音がする。誰かいるのか。 Someone else。ギアし、さしや、忍びや。ちょっと待って。ちょっと続こう。あ、重い。ちょっと待って。その重さが現れることを語、あの、か、うん、語ってる。言い語ってる。ちょっと待って。重えな。ちょっと外そうかな。いや、やめとこう。てか、重いんだよな、これ。ファミリールーム。家族の部屋ですね。This way, this is what we will barely end the sink。 開けることはできないってことですかね。了解です。さあ、降りていきましょう。いやー、もう絶対あれやで、ね、チャペル開けろ。 開けさせてくれや。せめて開けさせてくれや。誰かいるのかってことは2階にいるのかな。あ、1階に行っちゃダメだ、1階に行っちゃダメだ。だいたい英語しか書かれてないから、何が何やらなるよ。はい、ひょっこりはん、はい、プレイ。 暗くて何も見えやしねえわ。絶対迷うやつだから、俺これ絶対パニックったらね、どこにいるのかわからなくなるパターンだね、これ。スペースを押し続けろってことか。 It's jammed but as 硬いけど開けられそうだってことだ。構える。 おお、そういうことか。 いや、力入れて開けるってそういうことだよ。なんで引いてんのかなと思ったら。お邪魔します。えらい力ありますね。はい、鍵が必要ですね。はい、そこになんか、はい、なんかのフォンがあります。 There's everybody モニターヒアストレージ。広んかい。ちょっと待って、途中で止められないんか。エンター、エンター、エンタ
今私がしなかったのですね、ちょっと操作法がわからない状態で始めたっていう、とんでもないことをしたから。え？お、こんなところに。Boss says not. Says not. Boss は言った。Not to. Not to ってなんだっけ？ちょっと待って。恥ずかしい。英語しか書いてないって分かったら、もうちょっと英語勉強すればよかったわ。大学生にもなって恥ずかしい。not to do. not to do. しないよ。なんたらコフィン、マエジュンコフィンにはいないようにしろと。行かないようにしろと言った。キャンゼイ。最後できるかって言われてもね、無線切り判断。なっていた？Who was that？ あれは誰だ？お、絶対誰かいる。You なんちゃらかんちゃら。ちょっと待って。やばい、頭パニックった。ちょっと待って。パニックった。フィルマからこんなホラゲやんのめったにないよね。ビジタジョンルームとかあんのかな。探索本能知ってるとか言ってましたからね。こういったバイオハザードみたいなゲームは。いやもうめんどくせえな、上上がんないといけないの。オープン、あ、地下かここ。いやー進みたくね、でも進む。さあこの地下に逃げ切れる自信はあるのか、はっきり言ってないです。あ、これ絶対迷子になるやつ、絶対迷子になるやつだこれ。しかも行き止まりじゃねえか、積みじゃんこれ。お、なんこれ、あ、 Here, yes, don't look. 彼を見るな、彼の目を見るなってことなのかな。うわー、なんかいるな、絶対いるなこれ。ちょっと行き先確認してもいいですかね。じゃないと捕まるんだよ絶対に。どこまで逃げる気だ私は。いやー振動バクバクしてますよ。ちょっと、あ、8分経っちゃった。これ何分に終わるんだ。できれば早めに終わらせてってこと。いやーもう開けろってこと。開けろってこと。何も用心なしに開けろってこと。これ迷ったやつだ。あ、ここがゴールですね。さあどうしろっていうのかな、この先。スコアは未だに0点。俺がワールドワイドアドベンチャーっていう、Java で作られたゲームで、なぜ、クリアできたのになぜか0点だっていう、ひどい目に遭わされました。あれか、うわ取り手、あーそうそう、よしちょっと待って。もう何回も確認する、何回も確認する。はい、OK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 。 これ絶対テンパるやつだ。絶対ザ・オリボリダウン。広い。あれ取れない、どうやって撮るの。これ逃げ場
ましょう。行くな。ここに、あの、私とここに一緒にいろって。C だね。C、知らんこっちゃ。あ、はいはいはい、こっからかな。What's going on?鍵を閉めたんだ。オーマイガッド、逃げ逃げ逃げ。さあ始めました。実況してる場合じゃない。実況してる場合じゃない。さあ私はこのまま逃げ切ることができるのでしょうか。あ、これ罪だ。叫べなかったんですけど、しかしうるせえ。いやー、あまりの怖さでちょっと失いましたね。降りましょう。おお。あ。どうすればよかったの結局。はい、というわけで振り出しに戻されました。はい、戻ってきました。再開します。さあ行きましょう。ここは入れなくてね。まず最初がなんだろう。Is someone else here? そうだね。ここまではいいとして、なぜか開かなくて、そうだね。先ほど行った道までは入ってるはずだから、大広間まで行けば大丈夫かな。さあ、行きましょう。あ、そうですね。あ、そうか。そこには近づくなってことなのかな。目見たら死ぬ言うかな。開かないから、1、2、3。あ、そうか。俺めっちゃ長押ししてたから一発入るんだ。ダイ!ナイス!すげえな。体当たりが強すぎるっていうね。さあ、これは何でしょうか。先ほどの無線機を拾って、ここ開くはずない、開くはずないんだったらいる意味ねえから戻る。Go downstairs. Go downstairs. 誰だ ?Go downstairs. つまり下に行けってことか。なるほどね。ちょっと待ってきた。確かアップステア、階段が英語でアップステアだから、それを上りって意味する、上り階段って意味するんだったら、下に行く必要があると。さあやってまいりました。謎の地下空間っていうね。いや、びっくりしたな、それにしても。ちょっと言葉が出ないくらいのびっくりさですからね。しかも目が輝いてる。Don't look he! え、男性?あ、はって書いてある。はっず。Her eyes do not look her in the eyes.
見るなってことだね、やっぱり。気分が悪くなってきたら戻ろうっていう回があって。さあ、すぐに戻りましょう。この気味の悪い。行くな。やけにあれなんだよな。すごい。知らん知らん知らん。そんなの知ったことか。さあ、そこに見ますのは What's going on? そしてなぜかドアが開かない。一旦逃げましょう、一旦逃げましょう。道間違えた。違うんだよ、向かうところそこじゃない。ドア開かねえし、マジでやめろ、マジでやめろ。よし、さあ、まだ行く、まだ行く。分かったはず。はい、戻されました。というわけでもう一回行きましょう。これが3回も続くのか。誰かいる？一応言っておきますが、本当にビビってます。普段なんでしょう、ごめんなさい、名前残念ながら忘れちゃったんですけど、なんて言えばいいんだろう、そうですね、幽霊を調査、何の幽霊が現れたのか調査するゲームっていうのがありまして、それでちょっとそれでちょっと何か怪奇現象が起きた時にめっちゃ叫ぶっていう、ま、意味のわからない印象、意味のわからないことになってるんですけど、意味のわからない行動を起こしてですけど、なんでだろうな。もうちょっと長く、もうちょっと長くして、アイボールを相手のボールにシュート、超エキサイティング、何がやねんって思った一瞬で。最近用はね、ここに、ここに用はねえんだよ。あたたたたた、ドーダウンステア、はい、了解です。はいはいはい、What's that? 誰なんでしょうね。それはおばさんですよ。お化けばばっすよ。さあ、ここです。まずは一旦逃げて、さあ、まだ始まらない、まだ始まらない。あ、待って、せっかく来たのに道忘れた。戻ろう、戻ろう、戻ろう。これで下手して死んだらもう本当にやばい。本当に。なんて言えばいいか。ここですかね。はい、間違えた。やばい。ダメな、さっきまで。あ、ここじゃねえ、ここじゃない。いやー、心臓バクバク。苦しみから解放してくれっていうわけのわからないキザな男がいそうな言葉でも放っておきますわ。ここですね。はい。はい、了解です。で、君が悪いから戻ろうと。もちろん逃げますよ。嫌ですからね、僕も。いや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 、構ってられるかい。
みが悪くなってきました。What's going on? 高い段に行こうとしてその瞬間に、ゲームを開始する。働きたいな。よし。とりあえず逃げましょう。いや、待てよ。これ、お前していてもいいじゃねえか。あ、それ、あれは女性だった。どこ行ったのだろうか。先を聞きましょう、僕ら。開けたってことだから、アクソ肝心の時に道忘れちゃったよ。もう泣きたい。あ、ここだ。さあ、特に異常変化は見られません。そうか、これ鬼ごっこまだ始まってるか。で、こっち行って、多分。開けた瞬間だろ。行って、はい、逃げます。どうぞ。君あれよ。よし、OK。まず逃げなきゃダメだったの。了解。鍵がある。よし。コフィン。あ、コフィンって書いてある。コフィン。コフィンってのもあるんですよね。あの、コフィンダンスで有名な。ああ、またかいや。めんどっちいね。うわっ！そう。絶対下切り。心臓ビビる。マジでビビるね。よし。さあ。よし、鍵がある。あ、ちょっと待って。ちょっと、一回整理しよう。まだ、ここに進んだ後にやれた。あそこはいきなり完成してるわ。あー、待って。やばい。あと、あ、そうだ。わかった。開かなくなったドアを、そう違うな。そう、読み合ってたはずなんだけどな。あ、はい、お昼ってことなのね。違う階段から、はい、あれから閉めるわ。探そう。さあ、どうやって出るかなんだよな。あれだ。あ、違う。心臓あれ、でもそれくらい完成度が高いってことなんやな。読み忘れたところあったよね。
調べてから行くべきだったな。ちょっとそこはミス。なんだろうね。すっごい臨場感。わからないな、普通に。ててもう一回地下行ってみよう。なんかわかるかもしれない。あまり気に障るけど。じゃあルート確認ね。まっすぐ行って横かな。ここはあ違うんだよな。あここか。ここにまっすぐ行って、よし覚えた。よしこれなんかがあるの。なんか出てきた。まずいな、逃げる。まずい。仕事はなかなか。すごい。難しいねこれ。いや俺が下手なだけか。そっか、最大まで、あ一発でやらないといけないのかなこれ。うわまあまたやらなきゃいけないっていうね。はい、まあわずかでした。ちょっとごめんなさい。ハロー、はい了解です。もう来いって言うんでしょ。わかるよ、うん。よし、ちょっと練習しておこう。1、2、3、4。5秒間隔か。なるほどね。くそ、3回かな。3回死んじゃったな。はい、了解です。What's that?とりあえず下に行けばいいってことですね。はい、わかりました。違うね。はい、どうします。で、この道が意外と入り組んでて覚えられない事件ですね。はい、ここにおばさんが眠っていると。これ絶対殺されんな。絶対殺されんやつだった。あ、生きた生きた生きた。いやー、そんなに寂しがり屋なのかね。まあいる気はないけど。はい、帰ろうとした瞬間に辺りが暗くなると。さあ辺りを見合わせても誰もいない。2階に行こうとした瞬間、びっくりしましたが、一瞬であれは女性だった。
どこ行った逃げ道確保しましょう、行く前に。多分こっちには絶対現れると思うので、はい、あ、OK、こっちがいいかな。10秒間逃げればいいのかな、分かんないけど、まさに恐怖の10秒チャレンジ。さあ、行きますよ。チャペル、教会です。違う、教会じゃねえ。最高と瞬間に襲ってくるから逃げ。閉められないとね。あ、ダメか。どうしよう、どう逃げ回るかなんだよな。あ、待って、音なしだった。ちょっとごめんなさい。はい。了解です、はい、 OK です、はい。ちょっと真面目にやります。ちょっと喋ってる余裕もないくらいに、あ、違う、こっちじゃないよ。なんか RTA やってる感覚みたいで、なんかな。よし、壊せそうだ。はい、1、2、3、4、5。6秒かな。俺、もしか俺が数え間違えたのか。さあ、向かいましょう。下に降りろってことでしょ。はい、分かったよ。誰だよ、おばさんだよ。寂しがりのおばさんだよ。幽霊だけど。はい、お邪魔します。いやー、もう払いたいな、罪にしても。ここだね。で、棺桶があると。君が悪いから帰りましょう。でも帰ろうとした瞬間、行くなってことでしょうね。行くな。俺と一緒にいろ、俺じゃないか。はい、そんなの知りません。なんだ。どういう音。何回も見たからかな。全然驚かなくなったな。なんでだろう。慣れちゃったからか。慣れたくないんだけど。どうやって記録したんだろう。とりあえずこう、2階に、じゃなくて1階にいるのは危険だということは分かりました。開きません。ここは逃げ場もありません。あ、そう、いいこと思いついた。後ろを向いて走ればいいのか。あ、それだと直視できないか。さあ、1、2、3、5。せずに歩きましょう。うお、近っ。あ、ダメか。どうやって直しよう。ゲームオーバー。いやー、もう何回繰り返したんだろう。もう覚えてる際に。回避すればいいんだ。もうあっちダメだろ。よく回避できたなあっちは思ったけど。へえ、どうだろう。
ちょ、ごめんなさい。ちょっと休憩しました。3分間の休憩。そうだ。教会入ったらすぐ入って出ましょう。もう、ちょっと危険ですか。そうしよう。ここまで来たから、ちょっとやめるわけにはいかない。あれ、ダメなの？聞いたな、これもう5回目か。さあ行きましょう。はい、何もなかったぞ。あ、これなのかな。つなげてたの、すげえな。つなげて通話かかったの。さあ暗くなった瞬間ね、戦争が始まりますよ。バババって言ってます。聞いてもうるせえなあ。あれは女性だった。どこ行ったのだろう。いや、入りましょう。作戦変更。動きまひたすら動き回る作戦。よし、行こう。指令まで引っかかった。うわ、嘘だろう。大丈夫大丈夫大丈夫、まだ大丈夫。はい、鍵ですね。で、またですね。ちょっと出ましょう、一旦。一旦出て、折り返していきましょう。はい、道間違えた。危ない。まだここには入らないよ。よし。ただ、ひたすら動き回ってみれば、暗いなしかし。で、回ります。ってこした。飛んで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 いたね、今一瞬。よし、こっちに逃げ。飛んで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 ない。よし、さあ次は伝説の道へ。伝説の道じゃないけど、なんだっけ、なんていうんだっけ、チャペル、宝箱を今開けていく。はい、了解です。とりあえず玄関の鍵を拾って、多分8秒かな、8秒行ってすぐに脱出しましょう。準備しましょう。
いやー、ここセーブして何回もやり直して。で、しまったはずなのに。これが玄関とか、今拾ったのか。これ自動で拾うの。かもしれない、俺こういうタイプ、こういうタイプのゲーム。割とこういうタイプのゲーム嫌いなのかもしれない。はい、お待たせしました。いや、めんどくせえな。でもこれで攻略法はいけ、わかるから、いけるはず。てか、3回で開かないのか。じゃあ長押しにしよう。10。長押しでいこう。それしか方法はない。10秒でいけるんちゃう。じゃあ行きましょう。1、2、3、4、6、7、8、9。え、ダメなの？10秒でもダメなの？もう14秒だな。終わっちゃう。ここまで攻略法がちょっとつかめてきたんだったらもう大丈夫だはず。すぐ行って、すぐ帰ろう。違うね、ここだ。はい、戻ろう。もう用は済んだ。もう用は済んだ。もうやっていこうですね。ちょっと噛んだ。作戦こうしましょう。ひたすら歩いて一旦あそこの変なところに入る、チャペルのところに入りましょう。一旦その後ひたすら歩いて、あれは女性でしたね。はい、了解です。1階には一切行きません。ただ死ぬんで、あれはちょっと、よし、1階入って、ありがとうございます。で、ひたすら回る。あ、ダメか。やめていい？やめていい。ああ、音が閉まっちゃった。何回やってんだよ。もう7回目か8回目じゃないかな。サム、なんとか部屋、はい、ただでさえ鬱い、ただでさえちょっと鬱状態なのにもっと鬱になりそうだわ。13秒か14秒くらいかな、完全に開けた、一発で開けないのか。怖さというよりはもう本当に忍耐力がないから、俺そんなに忍耐力がそんなにないんで、長く続けられることがちょっと辛い。まあ頑張ります。ちょっと最後までやります。攻略法が分かった以上ちょっと最後まで頑張ろうかなと思いますよ。はい、もういい、もういい、 OK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  弱すんだろ。はい、分かったよ。もう帰ってパープラやりたいんだよ。
早かった。早かったな。ごめんごめん。What's going on?逃げません。逃げません。立ち向かいましょう。逃げるか。なんだろうね。よし、一旦開けた瞬間。はい、OK。いけな。今後ろにな。わかんない。よし。いっぱいね。よし、ちょっと入って回って回って回って。こっちじゃない、よし、降りましょう、一旦降りて、そのままあそこに入りましょう。よし、近くだと鍵の場所はもう分かってるから、まだだ、まだだ、まだ行くべきじゃない。手痛くなっちゃった。で、また来るはずだから、手痛いな、本当に。汗かいてきちゃった。手汗ですけど。よし、13秒だな。12、13秒。13秒でいって。よし、泣いても笑っても最後戦いだ、これが。打つ状、ほぼ打つになりそうな上に、誰に追い込ませてどうするのか。結果分かったのが、ちょっと長く溜めすぎ、長く溜めすぎたことが分かったので、小刻みに やっていこう。その方が大丈夫。確かにこっちの方が早い気がするな。実践してみよう。2秒くらい。 What that? で、ガチャリ。今ガチャリっていう不自然な音がしたんだけど。はい、頭痛いな、普通に。あ、じゃあこっちじゃない、行き過ぎた。行き過ぎた真似をするのは
どうかお控え願います。はい、OK。疲れが溜まってて、もうそれどころじゃない。よし。いきます。3、2、1、5。上に逃げて、回って、地下に回ろう。あ、待って。そこまで近いに行った方がちょっと道あるんじゃね？もう終わったけど。まあいいや、そんなことで。そんなことだと思って。次、左。みたいな、しかし、しばらくはパソコン見ないようにしよう。ちょっと、ガチで目痛い。頼む、オッケー。で、すぐ拾って、で、また追っかけてくるだろうから、よし、来て。第2波がやってまいりました。ちょっとこれ以上ね、危険なのは、ちょっと、問題になるかな。嘘だろ、お前それは卑怯やろ。前から来んなよ。前から来んなさ、それ卑怯がええやろ。まあでもこれでワープするってことはあったね。さあ、もう一回地下に降りましょう。近いった後、その後小刻みに5回、小刻みに5回、ちょっとイメトレしよう。で、入った瞬間に絶対あれだから、多分こっち左側にドアあるはずだから、よし、降りよう。さあ、最終決戦が今始まる。小刻みに5回、2秒くらい。よし、イメトレは完璧じゃない。というわけでいかがだったでしょうか。はい。とりあえずクレジットみたいな、何気にかっこいいな、これ。はい。どうやらタイマーモードの場合は、ドア開け、なんでしょう、玄関開けるだけで終わりっていう感じが、で、感じになってますね。今回僕ストーリーモードやるんじゃないんですけど、はい、実はこれには続きがあって、そうですね、感想としましては、はい、結構完成度が高めでした。特に、なんだろう、ババだっけ言い方ひどいないからさ。特に、はい、幽霊のちゃんのなんだっけ、怖さって言いますか、そりゃもう、大体の人が驚くでしょうね。結構怖、僕みたいな怖がりの方は、ちょっと一回、ちょっと叫ばないっていう自信はない。まあ、あるかどうかはわからなかったんで、あるかどうかは別として、ちょっとびっくりしちゃったっていうのはありましたね。はい。というわけで、はい。以上で、
終わりいた、以上で終わりいたします。ありがとうございました。じゃあね。